ご紹介ありがとうございました。理化学研究所の津川です。短い時間ですが、少しチュートリアルという形で、およそ1週間の間で、どういうことが足りてないか、どういうことをやっていったらいいかっていうことを、入りになればなと思い、スライドを用意させていただきました。で、質量分析インフォマティクスは、英語名に直すと、基本的にはコンピュテーショナルマススペクトロメトリーに、の方がメジャーです。で、最近デューク大学の方、サイエンスコミュニケーターの方がこれのトピックを書いてくださいっていう言っていただいて、掲載させていただきましたけれども、学術的にもその国際的にすごい幅広く研究されている分野で、先日行ってまいりましたメタボロミックス国際学会でも、ここの、インフォマティクスのセッションはどん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 大きくなっていって、どんどん研究っていうのが盛んに行われているような現状です。で、今回はその質量分析のデータ構造、そもそもどういうことか、あとは読み方とか、ピーク検出の方法ということを紹介させていただきます。で、これは簡単な入りなんですけれども、イメージです。我々メタボロミックス、プロトミックスも同じかと思いますけれども、複雑なデータ構造からどうやってデータを抽出してくるか、特にメタボロミックスの場合は代謝になるんですけれども、基本的にクロマトグラム、保持時間と、インテンシティで、代謝物由来のピークが多数出てくると。で、これを多検体のデータを統合してあげて、最終的にはこのようなメタボロームテーブル、ここが代謝物の名前で、サンプルの名前で、一つのセルにはその代謝物由来のイオンの強度っていうことを表して、ここから統計解析で情報を抽出していくっていうような流れになります。で、私の方で、我々このようなそのデータ行列を作るまでで、その要するに質量分析のデータから情報を抽出する、代謝物情報を抽出するっていうところまで、いろいろこれまで研究を行ってまいりました。1つ目は、簡単にその LC-Q-TOF で構成されるデータっていうことから、脂質やさらに、親水性代謝物を包括的に捉えるための手法や、天然物の科学でよく行われることですけれども、その未知化合物の構造推定を、未知のマススペクトルからどのように解き明かしていかないといけないかっていうような方法論やプログラムの開発ということを行って、で、左下はこれらそのノンターゲットの質量分析のプロファイリング手法と、その未知化合物の構造推定のプログラムを組み合わせて、その未だ代謝構造として知られていない代謝経路、新たな代謝経路で規定されるような構造の発見点にもつなげることができるんじゃないかっていうような、ことをやってまいりました。で、本発表ではこのようなその発見や手法っていうものは、すべて質量分析データを単純にまず読み込んで、で、そこからどうするかっていう話なんですけれども、その入りとして、紹介させていただき、ここにいらっしゃる優秀な先生方に、少しでもその質量分析のインフォマティクスが面白そうだなって思ってもらえるような発表にできればと思います。で、我々エンドユーザーはですね、基本的には質量分析の生データっていうことを基本的に共通フォーマットに変換します。今日紹介するのは MZM プロテオウィザードっていうコミュニティで管理されている MZML っていうようなデータになりますが、このコモンデータフォーマットを各社メーカーから作りまして、で、それを読み込むっていうアプリケーション、最初後藤先生が発表されたように、一番上流になるかと思いますが、アプリケーションっていうものを、我が開発している MS ダイヤル以外にも、XCMS や MGMind といったプログラム、これは何でもいいです。で、これらプログラムを使って、その GCMS だったら GCMS のプロジェクト、LCMS のプロジェクトといったようなことで、それぞれプロジェクトを走らせて代謝物情報を抽出するというような流れになりますが、本日はもうちょっとマニアックですけれども、この MZML からその MS ダイヤルで最初どのようなことをされているかということを紹介させていただければと思います。で、プロトウィザードというものは、ここの、リンクに行っていただければ、基本的にグラフィカルユーザーインターフェースベースのコンバーターというものがダウンロードできて、これは、その各社のサイエックスさんですね、これは。そのローデータを読み込んで、そのエクスポートフォーマットとして MZML を選択して、基本的にはデフォルトのチェックボックスを入れて、ある程度その、プロファイル、難しい話は置いておいて、パラメータを設定して、エクスポートボタンを押すと、各社のこれだったら WIF ファイル、WIF フォーマットファイルが MZML というような拡張子に変換されるといった
形になります。で、MZMM 何がいいかと言いますと、その ASCII フォーマットで、まあ、人が目で見て理解できる。で、ちょっとカオスで申し訳ないんですけれども、基本的にはこのように全ての質量分析のメタデータっていうものがテキストベースで登録されているというような形になります。そしてここからここまでが一番最初の、クロマトグラムのデータポイントの情報になります。で、ちょっと細かくて恐縮ですけれども、どのような保持時間で、どのようなプリカー採用の M オーバー G なのか。そして、今回着目していただきたいのは、ここに書いているんですけれども、そのバイナリーデータアレイリストっていうような形で、そこでどういうふうに質量分析のローデータが集約されているかっていったような情報と、ポイントはここのバイナリー配って書いているここの配列ですね。ここは実は M オーバー G のアレイリストになっていて、この1個下にもう1個アレイがあるんですけれども、これはその各 M オーバー G に対応するインテンシティのアレイ情報が入っています。で、要するにここ最初ちょっとプログラミング始めた時に、これ何ぞねっていうような形でちょっとここでつまずいたりもするんですけれども、これは簡単なベース64と Zlib コンプレッションを、デコードすれば、簡単に読めるっていうことの配備の説明です。もう簡単にソースコードの内容としてはこれぐらいになるので、ググりまくれば書けると思うんですけれども、さっきほどのこのような文字列っていうことを、私は C シャープでよくプログラムを書くんですけれども、基本的に C シャープで公開されている from Base64 の、コンバーターっていうことを走らせると、そのコンプレスが解けて、デコードできると。で、ある程度そのプロテオウィザード側で設定したパラメータに対応するようにパラメータチューニングを行ってあげて、あとはこの Zlib でコンプレッスされたデータをそのメモリストリームで、展開してあげて、最終的にそのこのようなインテン、この一番上の文字列は、実際には44個の M オーバー G のアレイリストになっていますし、その上のインテンシティのアレイリストっていうものは、この40、同じこれ1対1対応したインテンシティ情報の格納になっています。で、このような情報を、先ほどはたった1つのスキャンポイントに関して紹介させていただきましたけれども、それが順々に、インデックス1個目のクロマトグラムのデータポイントとして格納されてて、MS のレベル、MS1 のスペクトルですよ、MS のスペクトル、じゃあ次のやつが来ます、その次のやつが来ますって、時たま、LC-MS-MS などの解析では MS-MS のタグ付けの情報が間に入ってきたりで、それが終わればまたさらに MS1 の情報、MS1 の情報で、最終的にまた MS2 の情報というようなやつがシークエンシャルにデータとして格納されているというようなことになります。で、このようなシークエンシャルのデータを、パーサーを書いて読み込んであげたら、じゃあ次はここからどういうふうに、まずは代謝物由来イオンの、ピークを拾ってくるかっていうようなことになります。で、簡単に私の方で開発してきた、一部のプログラムっていうものを簡単に紹介させていただきますと、専門的にはフィーチャーディテクションとかピークピッキングと言われたりします。で、今回私の方で採用しているのはディファレンシャルのメソッドとノイズエスティメーションをちょっと作って、パラメータフリーのピーク検出方法を考案しているというようなことです。で、ディファレンシャルな、要するに、導関数、一次導関数、二次導関数を使ってピークを検出してあげましょうという方法です。で、ちょっともうここは高校数学のおさらいですけれども、傾きを求めるには一次導関数を求めます。で、これが傾きになります。で、このようなクロマトグラムの形があった時に、ポイントとしては、ここのクロマトグラムの始めはその導関数、一次導関数が正の開始点を始めとしましょう。そしてピークトップというものは一次導関数が0の時、そしてピークの終了点というものは一次導関数が0より小さい時っていうことを始まりとして認識させるっていうようなコンセプトです。で、クロマトグラムのデータポイントは離散値ですので、その離散的な、データポイントに対して一次導関数を求めるっていうことは古くから知られておりまして、このサブスク号令の方法ですけれども、一次導関数はこの周り、この点の、ここの一次導関数を求めたければ、ここの周りの4点の情報を使えば、ここの導関数は求まるといったような形になります。で、このような方法を用いまして、これは一次導関、このクロマトグラムデータの一次導関数の時系列プロットになりますけれども、ある程度のノイズエスティメートされた式位置を与えてあげて、これよりスタートの開始点のところをピークの
左のエッジとして、で、降りてきたさらにここの域中を越えた時が右のエッジの、終了点として認識させてあげると。ただ、明らかに目で見てピークの開始点と終了点はこのプログラムだけでは正確に決まりませんので、あのバックトレーシングというプログラムで局所点局所点に陥るところまでこの球をコロコロコロって転がすような形で実際の左のエッジと右のエッジを決めているというようなことになります。で、実際にこのノイズエスティメーションをどのように行っているかという話を最後にしますと、マクロマトグラムのデータポイントがこうざーってあります。で、これをまあベクトルと形式で書くと、まあ、このような形になって、すみません、これは一次動関数ですね。それぞれの点の一次動関数をベクトルの形式で書くとこのようになります。で、これをまあ小順に、小さいものから順番に並べてあげるとどのようになるかと言いますと、まあ、こういう感じで一次動関数の方が出てきます。で、小さいのは基本的にはノイズです。で、使ってるのはこの一次動関数の相当されたデータの上位 5% の中央値っていうものをノイズと定義するっていうような文献があるので、これをノイズと定義して最初先ほど説明させていただきましたノイズのスレッシュホールドを聞いて左と右の位置を認識させるっていうようなことになります。で、じゃあ実際にこのように保持時間と M オーバー G 軸で展開されてそれぞれのピークスポットが代謝物由来イオンのピークを表しているんですけど、このようなピークスポッティングをどのように行うかっていうことを最終的にやる方法としては、その私の方ではスライシングメソッドっていうことを使っています。で、まあ、M オーバー G の大量の軸がある中でもうザックバランに、0.1 ダルトン刻みぐらいで切ってあげます。で、この間でのイオンをアキュミレーションしてあげてベースピーククロマトグラムというものを書きます。で、ここのベースピーククロマトグラムに対してその先ほど紹介したピーク検出方法を適用してあげます。そしてここのピークトップっていうものの保持時間とさらにここの最大強度を表すベースピーククロマトグラムの M オーバー G っていうものとそのイオンアバンダンスを定量値として用いることで、まあ、その1個のピークスポットを打ってあげるっていうような形になります。ただ短冊振りにすると間はどうなるのかっていうことで少しその短冊を重ね合わせながらいくことでその、まあ、同じ保持時間内の重複スポットをマージングするっていうようなことも実際にはやっています。で、テクニカルなメソッドは以上で終了なんですけれども、まあ、アセンブリーとしてパッケージとして MS ダイヤルというプログラムを書いていて、ここで代謝物由来イオンの存在情報を、まあ、色で保持時間と M オーバー G で1つピークをクリックするとその各サンプル群間でどのような代謝プロファイルになっているかといったようなことや、MSMS 構造動態に使った MSMS のスペクトルの確認やメタデータの確認ということを確認することができたり、さらにはその動態のキュレーションやそのまあデータを俯瞰して差異のあるような代謝物っていうものを円滑に抽出できるようなパッケージを作っているというような形です。で、最後にこのインフォマティクスのハッカソンで何をやりたいかっていうことなんですけれども、ソーシャルニーズとしてはまず LCMS で大量に出てくるリダンダント、例えばアダプトタイプ、アイソトピックイオン、もしくはインソースフラグメントイオンのフィーチャーをどこまでリデュースできるかっていうものが一個実はサイエンストピックになっています。さらに例えばアラニンっていう代謝物は M プラス H や M プラス NA といった違うアダプトタイプで出てくるんですけれども、それをどのようにマージするかっていうのも一個の研究対象です。で、最後にもうここ 2,3 年で絶対に標準ツールになってくると思うんですけれども、イオンモビリティ質量分析装置の要するにアプリケーションっていうものが欠如しているので、このハッカソンでこの3つに関してやっていきたいと思っております。以上で発表を終わります。菅さん、どうもありがとうございました。